皆さんこんばんは、ナナミです。今日は新しいアイテムを4つほど使ってメイクしていきたいと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあやっていきます。最初は9点で買ったミシャのグロースキンバームサンベースってやつ。これ下地と日焼け止めがこう一緒になってくれてるような感じの下地です。9点のメガ割りで買ってみました。なんかこんな感じの本当なんかクリームみたいなテクスチャーです。多分これ少量でかなり伸びるので、今私が出した量だとすごく甘います。とりあえず半分だけ塗ってみますね。これなんかツヤ感がすごい綺麗に出るみたいで、まあ私が持ってるのだと&Bとかこんな感じのツヤっぽさになるのかなと思ってるんですけど、あ、すごいね。やっぱクリームだからしっとり感っていうのもやっぱ相まってすごいツヤここやばい、この目頭の横のとこやばい、ツヤこっち全然ツヤないのに対して、まあ、スキンケアしたてだからちょっとはあるかもしれないけど、こっちなんかもうチュルンチュルンしちゃってるもんね。すごい。でもあれだな、下地のちょっとこうカバーしてくれる感じっていうのはやっぱないかなと思いますね、うん、ちょっと私のくすみとかも全然カバーできてない感じはするので、ツヤ重視って感じかな、あと保湿感って感じかなと思うので、こういう場合はいつも最近やってるんですけど、リリミューとかのイエローとかで混ぜてあげると私はすごくあのバランスが良くなるので、ちょっとこうリリミューで抑えるみたいな感じの使い方がいいのかなと思いました。今、はい、今リリミュー塗ったんですけど、この使い方が多分ねいいのよ。この目周りのくすみ消しつつツヤ感を出す下地と合わせて使ってあげる、これがすごい今私の中のブームなのでまあ混ぜて使ったりとか部分的にこう使うものを変えてあげるみたいな。で、目周りはリリミューで、ほんとコントロール下地のこの良さっていうのをこう分かってもらえたらいいんですけども、下地塗れました。ちょっとねここがピンクになってるんですけど、これはねそうナビちゃんにこの前も言ったけど、そうダメられてあのできてしまったこうアレルギーでこう反応してしまってるような状態ですね。だいたい15分ぐらいとか、まあ、そんぐらい経つと消えるので、まあちょっと今んとこ出てますけど、して朝からここをぶつけたわけではないですじゃあ次はこちら、新しく買ってたんですけど、このイブサンローランのファンデーションをちょっと気になってたのでポチして買っときました。 SPF39 の PSD+、 カラーは LN1 ってやつです。多分明るめのカラーだと思うんですけど、こちらを塗って、おー伸びがいいですね。なんかこういう見た目からしてちょっととなんか硬かったりするんかなと思ったんですけど、ちょっと硬めで重いみたいな感じなのかなと思ったんですけど、意外と柔らかくハイカバーな感じですね。これいいね。でもちょっと匂いが、うん、ブサンローランのクッションファンデ使った時もこの匂いしたから、まあ、多分サンローランの香りなんでしょうね。これがその香りがちょっとふわりとしますね。どうですか、すごいカバー力ありますね。カバー力あるし、あのミシャの多分おかげだと思うんですけど、ツヤっぽさっていうのも残しながらなんか塗れるなっていう感じしました。うーん、あーこれ気に入りました。いいね。あとは持ちがどうかっていう話だけど、色もすごいバッチリだし、しかもこのなんかロゴめっちゃ可愛い。じゃあもう半分も塗っていきます。アラみたいなものはしっかり消えてくれるような感じですね。こういうなんかツヤ系の下地と合いますよね。これ両方塗れました。すごい綺麗。なんかツヤ残しつつちゃんとハイカバー、わかる、この出るとこすごいこうツヤっぽさ出てる。じゃあパウダーはこちらのトゥーフェイスのパウダーで、ボーンディスウェイエセリアルエセリアルってやばいね名前、セッティングパウダートランスルーセント、こちらを使います。すごい可愛いね、入れ物がすごく可愛い。ちょっとこれねギフティングしていただいたので使っていきたいと思います。今とりあえず結構本当に綺麗で、あれね、でもなんかしっとり感が激しめかなっていう感じがするので、パウダーは割としっかりのせちゃおうかなと思います。まあ、どうしてもツヤ感があるものを使ったり保湿感のあるものを使うとペトリ感っていうのは出てしまうから、抑えるとこだけしっかりは抑えてあげる。この後のメイクに支障が出るので、鼻周り
口周り、あとこの顔周りですね。テカらなくていい部分、この頬の下とか塗っときます。サラサラになるし、ちょっとなんかあの白いタイプより色味がねあるおかげなのか、若干こうアラも消えるような感じかな。 OK、 できました。アイシャドウ、こちらアミューズの03番のパレットです。これを使っていきます。これね、ビーガンコスメなんですよ。でしかも肌にもね、こういう優しい感じのアイシャドウなので、しかもカラーが4色展開になって全部使いやすそうなカラー、ブルベさんイエベさんって感じで分かれて使いやすい感じになってるので、ぜひぜひちょっと覗いてみてほしいんですけど、すごいナチュラルなカラーで、この質もすごいよくって、気に入ってるやつなんだけど、はい、こんな感じ。ちょっと薄めなの分かりますか？かなりナチュラルなベージュです。そしたらここの濃いからのせていきます。これね、若干ラメ入ってるんですよ。なんかゴールドのラメがチラチラする感じ。これを薄くつけます。で、目尻を少し多めにつけるようなイメージで混ぜるとまた全然違うでしょ。で、下まぶたにこのピンクをのせていきます。で、そしたらさっき、重ねたブラウン、これをちょっと入れます。こんな感じで仕上がりました。そしたらシピシピの01番のグリッターを使います。これをちょっとちょんちょん置きで、最後目頭のとこ4つ置いてみました。ちょん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 、はい。そしたらウゾのラインで、これはバーガンディー、こういうカラーです。これを塗っていきます。いつもより少し気持ち跳ね上げな感じで上げてみました。カラーラインがより目立つように。このカラーすごい可愛いの、ちょっとチェリーレッドっていうかアメリカンチェリーみたいな色ですね。で、下まつげを少しラブライナーで2本ぐらい足しておきます。ちょっとつけまつげ貼って、その上にマスカラをちょっと束っぽくなるように、部分置きしました。そしたら下も塗っていきます。マスカラミュードです。もう先に目尻は塗ってあるので、ラインで、なのでそんなに頑張らなくてもいいという。で、そしたら最後にラメのせたいんですけど、これここのカラーのせます。まつげが仕上がってから、これとちょっとねついちゃったりするので気をつけてほしいんですけど、中央にのせます。高さのある場所に置きます。 RMK のペンシル、下まぶたのここにの粘膜にのせます。目頭側にラインを塗ることでちょっとこう赤みがね出て可愛いです。で、そしたらチークなんですけど、この前も紹介して片方塗ってなかったと思うので、こちらのミュードの05番の方塗ってきます。2色買ったのでこっちも使ってみたかったので。あらあら、可愛いわ。なんかこう分かります？濃くつかないんですよ、これ。似合うカラーがあるのであれば全部欲しい。粉がいきなりボワってつくんじゃなくて、もうあくまでホワみたいな感じついてくれます。そう、今日のアイシャドウも9点で買えるしね。あと下地も買える。なんか内側に結構のせてるんですけど、それおかしいっしょみたいな感じにならない。そしたらディオールのハイライトを使います。これあれだよね、リサちゃんちゃんと使ってたね、ブラックピンクのリサちゃん。こちらのせます。これをさーっとのせて、そう、このミュードがラメ感のないタイプなので、ここでハイライトを入れる。そしたらあと鼻とかは違うハイライトを使います。 &B のハイライトです。ルミナイジングパウダー、ローズグローの方を使います。ハイライトもなんかいつの間にかすごい増えてきて、毎回違うね、なんかやつ選んで使えるの楽しい。そしたらリップですね。ヒースのリップが届きました。07番と09番、こっちが09でこっちが07。やばい、今さ塗ってさ、速攻さメイク落としのシートで拭いたのにさ、こんな色残ってる、やばくない？ちょっと恐怖すら覚えるティント力で塗っていきます。チュルンチュルンするね。
なんか嫌なオイル感だったりとかベタつきとかも全くないのに、この潤い。はい、出来上がりました。こんな感じです。めっちゃいい色じゃない？私のすごい好きな色だった。よかった。口コミ通りチュルチュル感がすごいですね。定着してる。すごい。普通のリップにグロス重ねたような感じの潤い感出ちゃってますね。手につけても速攻で色味がこう定着してしまったので、リップティント力もすごいと思います。これがマスクの中でも続くらしいのね。やっぱマスクでこれが続くってなかなか難しいと思うので、いいコスメですね。はい、こんな感じですね。どうでしょうか。まあ、ちょっとね、髪型がいつものっていうか前髪切る前の感じに戻ったと思うんですけど、分けてね、センター分けでメイクしてみました。今日すっごい良かったなと思ったのが、その下地、まあリップもすごい良かったんだけど、下地でしたね。めちゃめちゃ良かった。ちょっとびっくり。もうこの両方めちゃくちゃいいんだけど、多分両方をこれが合わさるとまたさらに良くなって、こうハイレベルな下地になったんじゃないかなと思います。もうすごいわけよ。なんか顔がさ、もう若さっていう自然な油、自然なツヤっていうのはもうこの年代になってくるとなかなか出てこなくなってしまうので、私の場合はね、肌が乾燥肌っていうのもありますけど、なかなかツヤっていうのが出てこないので、自分で仕込まなきゃいけないんですけど、これ結構本当に自然にバーンとなってくる感じで、若い肌に慣れてると思います。でアイシャドウも新しく出たのが今日紹介した3番なんですけど、これね、多分イエベさんもブルベさんもまあ使いやすくて、まあどっちかっていうとイエベさんの方が使いやすいかなっていう感じの、まあパレットにはなってると思うんですけど、この質もすごいよくって、もう本当上質なんですよ。なんかね、ブラシでのっけてもちゃんとピタってくっついてくれるから暴れないのね、粉が。それがすごいよくって、でしっかりこうナチュラルな感じで仕上がるようなアイシャドウなので、失敗もしにくいかなと思うんですよ。ラメもすごく可愛いですし、言うことないかなっていう。本当に素晴らしい。9点の目代わり、まだね、ちょっとチケットじゃないね、クーポン余ってる方は買ってみてもいいんじゃないかなと思います。リップなんですけど、もうこれすごいね。もうめっちゃ気に入りました。やっぱ使う前から信じてもう4本先に買ってしまったんですけど、チュルチュルなリップ好きで、もうちょっとなんかロムアンドとかそういうのとまたちょっと違う感じが欲しいなって思った方、あとティント力が欲しい人はすごいこれおすすめ。買ってみてほしいなと思いました。でミュードのチークに関しては本当になんかもうなんかすごい。全部どっちも可愛かった。今回の05も可愛かったし、前回使った06もすごい可愛くって、優しくふわって乗ってくれる感じなんで、柔らかい雰囲気にすることがうまくできるチークだなっていうふうに思いました。本当なんか人を選ばないで使えるような感じのやつですね、うん。まあ、ただツヤ感がないので自分でハイライトを足してあげるっていう感じの使い方が、ツヤが欲しい方は、そういう使い方にしてほしいです。よかった。はい、ということで今回気になるアイテムありましたら、ぜひぜひね、参考にしていただければと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録やこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。